今回は FBI 連続殺害事件シリーズで明かされたラムの正体はミスリードという説を考察します。まだアニメや単行本では明かされていない強烈なネタバレがあるのでご注意ください。2020年10月に始まった FBI 連続殺害事件シリーズでは衝撃的な事実が明らかになりました。それは黒の組織のナンバー2ラムは井の葉寿司で働く脇田金則だったことです。ラムの名前が登場してから6年以上、ようやく正体が判明しコナンファンたちは大興奮でした。組織の大物が明かされて今後の展開が気になる中、にわかにささやかれてる噂があります。それはラムが脇田なのはミスリードという驚愕の説です。ラムが脇田に変装するシーンもしっかり描かれているので、めぐれ警部張りに何を言っとるんだと言いたくなります。もしミスリードならあと何年待てばいいのかと途方に暮れてしまいそうです。ラムは脇田で間違いないとオピを信じていますが、巷でささやかれるミスリードの根拠を紹介し一つずつ考察していきます。ミスリードと考えられる理由を紹介する前に、ラムと判明した状況をおさらいしておきましょう。ラムが判明したのは1066話。ラムは2つのシーンで登場します。1回目の登場シーンは黒の組織がクルーザーに乗っている時、コルンは FBI のキャメルの顔写真を見せられ、2年前にラムから始末するよう言われていたことを思い出します。コミュ障で口数が少ないコルンが珍しく長台詞を話している時、空気を読めないラムが電話で割り込んできました。1回目の登場ではラムは高級車の後部座席に乗りながら黒いシルエット姿での登場です。またこのシーンでは左目がないシルエットで描かれていて、擬眼と思える描写にもなっています。そして2回目の登場シーンであり、ラムの顔が判明する場面、ラムは素顔のまま高級車の後部座席に乗っていて、2年前にキャメルから話しかけられたことを思い出します。その後出っ歯とちょびひげ、カツラ、左目の眼帯を装着して脇田金則に変装し、いろは寿司に到着したところで2回目の登場シーンは終わりです。1回目の登場で左目が見えない描写があること、ラム候補の3人のうち左目に障害がありそうなのは脇田だけなこと、2回目の登場シーンでラムは脇田の姿に変装していることなどから、ラムは脇田だ、真実はいつも一つだとオピは信じています。ラムが脇田に変装するシーンも描かれているのに、どうしてミスリードと言われているのでしょうか。ミスリード信者が主張する4つの根拠をもとに考察していきましょう。1つ目は脇田が自らラムだという場面、もしくは誰かから言われている場面がないこと。今まで組織の新メンバーが明らかになるときは自分からコードネームを名乗る、誰かに言われるのどちらかでした。メンバーの登場シーンを少し振り返ってみます。まずはベルモット。ベルモットの正体が明かされたのはジョディ先生と対峙したときです。ジョディ先生が変装していたベルモットに向かってベルモットと発言し正体が明かされています。次にバーボンの登場シーン。バーボンは追い詰めたシェリーに向かって、バーボン、これが僕のコードネームですとちびっこにも分かりやすく自己紹介していました。しかし今回のラムはまだ正体を名乗っていません。脇田の顔で足がラムですと分かりやすい自己紹介をしてくれたり、ウォッカが脇田がラムですぜ見たく紹介をしてくれたら分かりやすいけど、今はまだラムが脇田に変装する様子が描かれただけです。このようにラムだとはっきり明言されていないことからミスリード説が浮上しています。確かにラムはまだはっきりと明言されていません。でも今まで登場したメンバーと明らかに違う点があります。それは組織のメンバーでさえラムの素性を知らないこと。今回のシリーズではウォッカやキャンティなど組織の主要メンバーですらラムの正体を知らないことが判明しています。このことからわかるのはラムは組織のメンバーにさえ素性を明かさないほど慎重ということ。慎重なラムなら誰かに紹介される可能性も少なく、自分から素性を明かすことも考えにくいです。したがってはっきり明言されなくとも不自然ではありません。ラムと明言されていなくとも書かれた描写から脇田はラムと明らかなので、正体は確定と見て間違いないでしょう。ミスリードの理由2つ目はラムが登場する2つのシーンで車内の様子が違って見えること。ラムが黒いシルエットで描かれているシーンと顔が明らかになるシーンでは車のシートやハンドルの絵が微妙に違っているとされています。こんな細かい描写に気がつくなんてネットの名探偵たちはすごすぎますね。また助手席に座っている人が1つ目のシーンは短髪なのに2つ目のシーンでは長髪になっているとの指摘もありました。そのため1回目と2回目のシーンは別の車、1回目の黒いシルエットは本物のラム、
2回目の脇田に変装していくラムは影武者などと考えられ、ミスリード説が浮上してきました。ホピはそこまで細かく絵のタッチを見ていなかったので、シートやハンドルの形を改めて見返してみました。一つ一つの絵をじっくり観察。確かに違う気もするけど、実際にご覧いただけると分かりますが、正直ミスリードと思えるほどの違いはありませんでした。また助手席に座っている部下の髪型が短髪から長髪になっていること、これも一つ目のシーンはかなり見切れていて、明らかに変わっているとは思えないレベルです。車の内装や助手席に座っている人物の髪型の違いはミスリードと呼ぶには少々無理やりすぎますかね。むしろ2つのシーンで登場する運転手は明らかに同じ顔ですし、同じ高級車に乗っていることも両方のシーンで描かれた外装から明確です。車の中の描写もミスリードと考えるには少し強引すぎると言えるでしょう。3つ目はラムが2年前にキャメルと会った時の行動から。まずは2年前の出来事を振り返ります。当時ライとして組織に潜入していた赤井さんはジンとの仕事にこぎつけます。そしてジンとの待ち合わせ場所に FBI の仲間を呼び、ジンを捕まえる作戦を考えていました。そこに一人の老人がやってきて座り込んでしまいます。悪人顔ながら優しい心を持つキャメルは老人に危ないですよと声をかけます。ところがこの声をかけた老人は組織のメンバーで、今回のシリーズで老人はラムが変装した姿だったと判明しました。脇田に変装する前のラムはこの出来事を思い出し、キャメルに話しかけられた様子を回想します。普通に見るとこの時の老人はラムが変装した姿だと思いますよね。しかしある疑問からこの老人はラムの影武者だったのではと言われているのです。それは老人がラムならどうしてその場で始末しなかったのか。ポエムに夢中で毎回失態を犯す詩人ならあの方やラムの許可がいりそうだけど、組織のナンバー2であるラムならスパイや FBI を始末するのにあの方の許可はいらなさそうです。なのになぜその場でキャメルや赤井さんを始末しなかったんだとなり、本当のラムは老人でも脇田でもない別の人物だというミスリード説がささやかれています。確かにラムならその場で始末もできたかもしれません。でも2つの理由からラムは手が出せなかったのではと考えます。1つ目はラムがかなり不利な状況にあったこと。キャメルはラム扮する老人に危ないですよと話しかけました。この時にラムが銃でも持っていれば無能捜査官とも言われるキャメルくらい一瞬で始末できたでしょう。しかし周りにはキャメル以外にも FBI の人間がたくさん潜んでいました。一方で黒の組織のメンバーは老人に扮したラム、赤井さんと待ち合わせをしていたジン、隠れていたスナイパーのコルンくらいだったと思われます。人数的にも圧倒的に不利な状況だったので、その場で戦わないのは正しい判断だったと言えます。もう一つは黒の組織の信念に反すること。黒の組織は目立つことをかなり嫌がります。今シリーズでも無人島を放火したことでボスからバーロと怒られていて、こっそり跡形もなく任務を遂行することが黒の組織の信念なのは確かです。そのためラムは派手に争うことは避け、その場では手を出さなかったのではないでしょうか。一年中黒いコートに金髪姿で目立ちまくっているジンやポロリ寸前のセクシーな服で活動するベルモットを見ると、あれれおかしいぞってなるけど、黒の組織の信念を守り目立たないことを優先したので、キャメルや赤井さんをその場で始末しなかったと考えられるでしょう。最後の4つ目は超高級車でいろは寿司に出勤すること。ラムは黒塗りの高級車の後部座席で脇田に変装し、いろは寿司の前に横付けしてお店に入っていきます。ラムが乗っていた車はベントレー S1 という家が軽く買えるほどの超高級車。世界で3000台くらいしか生産されていないめちゃくちゃ貴重な車です。そんな超高級車の後部座席から颯爽と降りていろは寿司に入っていく寿司職人、これはちょっと怪しすぎますね。ラムは組織の人間にすら素性を明かさない引っ込み思案な人物、それなのにあまりにも目立ちすぎなことからラムが脇田というのはミスリードだと噂されているのです。このミスリードを否定する根拠としてポルシェ 356A という名車に乗るジンや金髪姿でハーレーダビッドソンに乗るベルモットなど、組織の幹部は乗り物に乗って目立つのが好きなこと、また家が買えるほどの高級車なので組織のナンバー2っぽいことなどを考えましたが、正直ちょっと否定しきれないですね。素性を犯さないはずのラムが毛利探偵事務所の真横にあるいろは寿司に高級車を横付けするとはちょっと警戒心が薄すぎます。
出勤するのはかなりの早朝とはいえ、コナンが早起きでもしたら一瞬でバレそうです。ミスリード説のうち、高級車を横付けして出勤するこの説は、ひょっとしたらひょっとするかもっと思える説でした。今回はラムが脇田というのはミスリードかについて考察をしてきました。いろんな角度から考察できるコナンって本当に面白いですよね。またネットの名探偵さんによる推理力には改めて驚かされました。最後に紹介した高級車を横付けすることは疑問が残りますが、それ以外の根拠は薄いので、今のところはラムは脇田と考えて間違いないと考えます。ラムはコナンたちに自己紹介をすることがあるのか、そして今後の展開はどうなっていくのか、楽しみで仕方ないですね。皆さんはラムの正体はミスリードだと思いますか？新しい考察があればぜひコメント欄で教えてください。